マネーの虎の飲食虎である小林社長は部下を言葉や暴力で支配してしまいました。していました、うん、社長本人も著書でこういった追い込みは効果的だと書いていました。しかし会社はほどなくして倒産、その後のビジネスもうまくいかなかった様子で完全に消えました。こういった仕組み化は良くない仕組み化ですか。あと誕生日おめでとうございます。どうもありがとうございます。はい、小林さんなんですけど、実は僕数年前にですね、僕飲食やってた時に実は役員じゃないんですけども顧問として雇ったことがあるんですよね、実は。はい、でうちの飲食を僕ね、あまりこう飲食をやったことがない時期だったんですよ。で飲食業界で頼りになる人いないかなってとこで、小林さんがたまたま職を探してるっていうことだったんで、僕じゃあちょっと雇いますっていうことで顧問で入ってもらったんですよ。でまあ実際のところどうだったかっていうとですね、ちょっと、めちゃくちゃだなっていう感じで、なんか経営のこと分かってないなっていうのが正直な僕の感想ですね。まあこんなこと言っていいか分かんないですけども、まあなんだろう、やっぱり圧がすごいね。で未だにそれは多分変わってないと思うんですよね。僕が知ってるのでは数年前ですね、 4,5 年前ぐらい、5年ぐらい前だったんですかね。でその時に、まあ、従業員に対しての圧もすごかったし、ただ頑張れみたいな、そういうやり方でしたね。でまあ小林さんがですねダメになったっていうか、ちょっとダメになっちゃった原因としては、確かあそこどこだったかな、パルスキーエスプラージェンじゃなくてどこだった、遊園地、どっかの遊園地、オランダ館みたいな、何だったっけ、どっかの遊園地のなんかこう飲食事業かなんかを任されて、で実際に大失敗してうまくいかず、なんかコンサルみたいなので入ってたんですかね。でそこで信用も失っちゃったみたいな感じだと思うんですよ。でステーキの浅熊っていうところに役員で入られてて、でも株の何パーセントかを持って、でそこでちょっと役員として頑張ってたけども、そこもなんか追い出されちゃったというか、なんかこううまくいかず喧嘩別れしたみたいな、そんな感じだったと思うんですよね。まあステーキの浅熊さんだったか違う会社さんだったか忘れました。これはちょっと明確じゃないのであまり言わない方がいいかもしれないですけども、どこかで揉めてやっぱり出てると。なんでどこでも揉めて出てっちゃってるんですよね。でいろんなところで揉めてる人なんていうのはやっぱりそれなりの人なんじゃないかなって僕は思っちゃってるんで、実際ちょっと雇ってからそれ聞かされたんですよね。なので、僕としてはその成功するタイプの人では正直ないので、事業毎回言ってますけども、一回はたまたま成功する人っていうのはたくさんいるんですよ。でその中でいろんな業種でたくさんいろんなものに手を出してさらに成功できている人っていうのが実は本物なんですよっていう話をよくします。ステーキ屋さんもそうですし、飲食店をね数多くされてたかもしれないけど、その時流に乗ってたまたま自分のやり方がうまくいった、でも実は自分がなぜ成功しているか分かってない人っていうのがたくさんいるんですね。だからこれだったら他でもやれて成功すると思ってやっちゃうんですけど、実際には成功しないっていうことが起こってくるんですよ。その時に人のせいにしてしまう、社員が悪いとか、今回はここの会社のやり方が悪かったみたいなので終わらせるから、また次やっても失敗するっていうこの繰り返しなんですよね。なので失敗した時に自分が悪いって思うとか、ちょっとした失敗の時に全て自分が悪くて仕組みが悪いって思ってれば絶対改善できるはずなんですけども、そこの改善ができないっていうところがちょっと自分自信を持ちすぎてる、そこで成長が止まっちゃうという感じですかね。はい、厳しい意見ですよね。いってらっしゃい。